俺、お姉ちゃんと畑で暮らしたい。僕はやだよ、あんな。なんなら、お姉ちゃんの便利屋を手伝ってもいい。俺、お姉ちゃんが好きだ。え？いや、君、こんな逃げ場のないところで告白するのはお互いのために良くないぞ。真面目に言ってるんだ。うわあ、ちょ、一旦離れて。無理やりは。あのね、僕も真面目に話すから聞いて。僕、この体は女なんだけど、こっちの、つまり脳みそが男なんだ。だから、僕、男なんだ。は？